何としてでもデビュー組の候補メンバーにまず残ること、結果で示したいなって思います。後がないっていうのは確かなんで、全力で頑張りたいと思ってます。次はない、人生かけて、自分の命をかけて挑みます。18人で8月からずっとやってきて、ここで急に12人に減るっていう状況が怖いですね。はい、3番でした。僕は3番です。お、3番です。なんかもう1番か、もうやるんだったら序盤か、もう一番最後ぐらいが良かったんで、めっちゃ嬉しいです。まあ、悪いけどいただいたと、3番でもう印象にめっちゃ残してやろう。なんとも言い難いですね。そのなんかちょっと緊張感が9番まで長く続くっていう感じもするし、逆にまあ気持ちを落ち着かせる時間もあるかもしれないっていうのもあるんですけど、ちょっとまあそれどっちに出るか。順番は順番なだけなんで、どの順番でも自分がかましきれば何も問題ないって感じです。そうですね、もう1位を取るのは前提で、あとは楽しませるだけです。続いてはソロパフォーマンスの審査を開始します。佐野優雅、ステージへ。佐野優雅です。21歳です。今回ストレイキッズのダブルノットという曲を披露させていただきます。この曲を選んだ理由は、どんなにつまずいても、どんなにくじきそうになっても、飛び続け前に進むという意味を込めてこの曲を選ばせていただきました。今までやってきた全てをかけて、今回このダンス、ボーカルパフォーマンスにぶつけたいと思うので、よろしくお願いします。やっぱなんか、うわ落ちるかもしれないっていう感覚よりも、やっぱここで勝ち残らなきゃ意味ないっていう思考でやっぱ練習してきたので、やっぱ普通に自分が歌を歌っても勝てないので、やっぱ一個ワンアクションとしてこうフロアに一瞬入る動きを入れたので、それをこう見てる人たちがおってなってくれたらいいなと思います。Stand up, push out and work the kids and you unstoppable. Stand up wherever you go, you make it win no trouble. ぶちかますしかないっすね。もうかます勢いでしか今考えてないから、黙らせるっていう意識でやってやりますね。今井亮太です。いかつく自分の思うようにパフォーマンスをしたいと思います。今の自分の気持ちをぶつけます。よろしくお願いします。 Yeah, here come the three to the two to the one. Homeboy, champ, king, no, I got the Ready, I can stand there. You ready? I'm a new year. 一番見てほしいところ、どこだろうな、まあ、表情とかめちゃめちゃガン飛ばそうと思ってんで、なんか曲探ししてたんですよ。何歌おうかなって探してた時に、
もう聞いた瞬間、もうこれだわ。でもパフォーマンスも頭の中で、あ、こういうのやったらちょっと面白そうだなっていうのが浮かんだんで、もうこれはこれしかないってなって、表情どこでどういう風に表情を作ろうかなとか、でどこで逆に踊ろうかなみたいな、でもここちょっと抜きたいなという感じのなんか流れが、まあちょっと苦労しましたね。バッカ緊張してんだけど、どうしよう。ずっとその夏合宿のことを経てから、いろいろ自分を見ろとか、もっともっとアピールする力っていうのを、なんかここが一回ターニングポイントだとするんだったら、その成長した部分を絶対に見せたいと思って。でもなんか僕の期待以上にはなってなかったです。もっと特に変えたくて、やっぱりなんか最近ちょっとなんていう進化が止まってる気がして、もっとなんかまあちょっと頑張ってほしい。はい、名指しで成長が止まってるって話をされた時に悔しいなと思って、なんか中途半端なパフォーマンスをしたらめちゃくちゃダサい曲になっちゃうし、曲に負けちゃうっていう曲をあえて自分で挑戦するために選んで、今回は振り切って、なんか会場全体に自分が楽しんでる、この楽しんでる俺と一緒に楽しんでほしい、やっぱこの空間を楽しんでほしいってことをもう大前提に置いてパフォーマンスしたいな。荒川海人です。僕は今回強みであるハイトーンと攻めた楽曲でこの会場を支配したいと思います。Girls it's hallelujah, Girls it's hallelujah, Girls it's hallelujah, Cause I've done funk on give it to you, Cause I've done funk on give it to you, Cause I've done funk on give it to you, Saturday night on weekend the spot, Don't believe me just watch, come on! Ha! Don't believe me just watch!自分は、6人の中に、脱落する6人の中にもしかしたら入ってしまうんじゃないかっていうのがすごくあったので、今までのパフォーマンスがちょっと良くなっただけじゃダメだろうなってすごく思っていたので、いつもはダンスメインの歌ちょっとみたいな感じで攻めてたんですけど、今回はラップメインの歌とダンスがちょびっとずつ、今までラップというものをあまり披露したことがなかったので、お、翼ラップいいじゃん、候補になるんじゃねって思ってもらえるようにエネルギー全開でラップをかましたいなと思います。Yeah, you must say that it's impossible. So got to get up, turn it into pop pop boo. And in the darkest shot, where we shine, so the time, cause we care where we single fight. Can we not be yes or no? I don't want you to be no. I don't wanna give you my day, no. I don't wanna meet you nowhere, no. Don't wanna be your time, no. そのやっぱ今回はステージということもあって、なんかこうスイッチが入れやすい、でもやりきって、おこういう見せ方もできるんだとかびっくりさせれるように、自分に求められているものって何だろうっていうのをすごい考えることが多くて、その中で自分は雰囲気を見せることに注力していった方がいいのかなと思っていて、やっぱりこれまでの審査会では何かとなんかこう慌てすぎるというか、よりこう余裕を持ったしっとりした曲で見せられるような感じになってます。Living this life so patientUntil I see you again, it's for my face and
I know that if I die my only choice is to defending。 今までがっつりヒップホップとかそのアッパーチューンみたいな審査会とか評価会でやってきたりもしてたんで、自分にこう歌唱力がこうフューチャーされてきてないなっていうのはあるので、歌えるぞっていう壮大な曲になってるので、ガラッとイメージが変わると思うし、こういう見せ方も持ってるんだぞっていうのを見せれればいいかなって思います。すごくいい伸びをしてるの、まだまだ全然足りてないんですけど、いい伸びをしてるなと思ったのはトモ、ユーシンくんの声の抜け方みたいなものとかはすごくセクシーに聞こえたし、まあこのグループでいうとなかなかああいう声の抜け方できてる子がいないので、一つ特徴のある感じに聞こえましたね。僕はこのワープスルーツに加入させていただいて、歌が大好きで、歌を歌いたくて、アーティストになりたくて北海道から上京して、今回はそんな僕の歌を自分自身が一番のファンであることを示したいなと思って楽曲を選ばせていただきました。水木はダンスと歌のどっちかに強みが欲しいんですけど、正直どっちもこうズバ抜けてないというか、ダンスと多分歌の多分スキルを両方ともとの3倍4倍5倍ぐらい頑張らないとちょっと厳しいのかなってちょっと思いました。やっと本業が発揮できるということで楽しみでございます。磯崎翼、ステージ、お願いします。ダンスの方が得意なメンバーが多い中で、今回のこの審査会は僕にとって有利だなってすごい思ってて、今までの審査会とかだと曲を決められてたんですけど、自分で今回選んで披露するので楽しくパフォーマンスできるだろうなぐらいの領域まで持っていけてるので、そこを皆さんに見ていただけたらいいなと思ってます。ありがとうございました。結構長い間この DIG というオーディション番組に参加させていただいてて、で今このタイミングでその落ちちゃうかもしれないっていうのを聞いた時に、やっぱ今まで頑張って頑張って練習して皆さんに見てもらいたいっていう気持ちで行ってたので、ここで負けちゃったらその自分の目標にしてる夢も叶わないし、ってなるとやっぱその人生をかけて今やっているので絶対負けたくないなと思ってます。待ってね、いつも通り
藤健です。今回は歌をメインに見せたいと思ったので、バラードの See You Again という歌を披露させていただきます。It's been a long day without you my friend, and I tell you what I'm feeling when I see you again. We come a long way from where we began. Oh, I tell you what I believe, see you again when I see you again. その次バラードなんですよ。これで最後とは思ってないですけど、8月から入ったんで、まあ、10ヶ月ないぐらいですけど、本当にどの現場でもスタッフさん皆さん愛のあるサポートしてくださって、込み上げるものがあります。本番前なんですけど、まあ、この気持ちそのまま歌で表現して、どうにか今まで支えていただいていたスタッフさんの皆さん、インストラクターの皆さんに届くように、そしてデビュー組に残れるように打ち交わしたいと思います。僕は将来の夢があって、人を幸せにしたり楽しませるだけでなく、辛い時悲しい時に支えてあげれるような表現ができる表現者になるっていう夢があります。落ちる動向に怯えるとかじゃなくて、自分がなりたい姿、自分が今できる最大限の表現をお見せできるよう頑張ります。Love is gone. I can't breathe. I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. That your love is gone.ありがとうございました。行ってきます。相馬くんに関しては相変わらずのパフォーマンス力、まあ、彼まだ17歳なんですけど、まあ、しっかり自分の世界観も持ってて、今日のパフォーマンスも良かったんですね。And I know this much too, baby, you have become my addiction. I'm so stronger on you, I can barely move, but I like it, and then it's all because of you. ユーガ兄は最近すごく色気が増してきてるので、歌に、でそこに加えての安定感みたいなものがやっとこう身につき始めてるなっていう印象があって、それがこれからどれだけ伸びるのかっていう、まだ伸びしろを感じてるぐらいです。こだわったのはラップの部分、一応ちょっとアクロバットもやるんですけど、ラップで自分の今までの自分とはまた違った自分を見てもらえたらいいなと思います。
マサヤはやっぱラップはその安定感があるなと思って、あとなんか今日やっぱ自信ってこう超大事なので、それがすごいなんか結構それがこういう評価会の時とかってこうチキっちゃうと思うんですけど、それをなんかその感じ見せずに思いっきりやってる感が結構マサヤは結構いいなと思って、こうなんか思いっきりこうステージとかパフォーマンスをしてるって感じが結構良かったなって感じですね。無事できました。よかった。まあ胃腸炎がちょっと濃い、一番その可能性が濃いんじゃないかなみたいな、でお医者さんの方に言われて、コンディションは最悪だし、だけどやっぱこう今日これで6人が脱落するっていうあれも考えたら、やっぱやらないよりやった方がいいと思うので、昨日から何も食べてないんで喉もカラカラなんですけど、でもまあ頑張ります。この曲にした理由は、まあ、僕が韓国にいる時からずっとやっぱ自分を見失うというか、まあ、自分は何者なのか、すごい何をやってるのかも分かんなくなる日々もあったりして、苦しかった日々を、まあ、歌に乗せれたらいいなって思い、この曲にしました。それでは審査結果発表の時間です。